新しき世は目前だった。長領らの苛烈な追撃により劉備軍は離散。劉備は甲賀へと逃げ延びた。曹操は慶州を平定すると、すぐさま江東の孫権に圧力をかける。大船団をもって長江を埋め尽くしたのである。孫権と益州の劉将を討てば覇道はなる。巨著ら曹操の将たちは悲願達成の時を思い浮かべていた。その裏で密かに暗躍する我領の策、尾州楼の計、曹操の目指すよう覆さんとする渾身の一手とは。全てはここ石壁の地で明かされることとなる。この戦に勝利すれば覇道の成就は目前。巨著、心してわしを守れ。分かっただ曹操様、おいらに任せてほしいだよ。この戦に勝利し我が覇道をなす。敵軍を指揮する周囲を討ち決着をつけよう。報告、中央の部隊が押されています。中央には周囲が出張っているらしい。やられっぱなしはまずいね。せっかく敵が失敗を通してくれたんだ。キャシャだな、挨拶するぞ。入る、敵装討ち取ったり。敵装討ち取ったり。よく来たな。私の戦にしばし付き合ってもらおう。どうやら気づかれずにいるようだ。あとは風さえ吹けば。その自信に満ちた顔、気楽さえねえ。はは、さてはすべて即か。我が知恵君加藤、刀が痛いわ。風向きが変わったならば甲賀殿、あとは頼みましたぞ。敵将を討ち取ったり。おお、総秘殿、ご無事で何より。あとは曹操を討つのみ。本陣守備隊が一部壊滅、敵の家系により被害を受けております。風と炎を操るとは予想外だね。我が手を示す。これが真の、そして諸葛亮の秘策。安心している場合じゃないか。巨著だな、まずは曹操と合流だ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。敵将を討ち取ったり。悔しいな、ここは光れば。敵将討ち取ったり。敵将討ち取ったり。
夫だが。頼む巨長、今よりわしの背中を預ける。北西の船に乗り陸地へと行くぞ。どけ。わしが狙うは曹操の首のみや。絶対にどかねえぞ。曹操様はずっとおいらが守り抜くだ。まだまだお迎えはいらんで、また戦まで会おうぞ。よろしくないね。東南の風に乗って炎が広がっている。曹操様、今船の準備をしております。もうしばらくお待ちください。もう曹操、船で逃げる気か。そうはさせん。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。として相応の働きを見せろ。ここで敵を食い止めてほしいんだが、やってくれるかな。はっ、曹操様のお命をどうかお守りください。敵将討ち取ったり。いやー、参った参った。曹操殿、急増同盟軍にしてやられたり。劉備なくして孫劉の命はなかったであろう。やはり奴は長藩で撃つべきであろうな。曹操様、各何か近寄ってくるだ。気をつけろ。鈴の観念登場だぜ。さあ観念しやがれ。協調殿、そいつを早めに片付けてくれ。この木の襲撃はどうも裏になりそうだ。すまねえ、守谷。敵将、討ち取ったり。将軍が負けた敵に勝てるわけがねえ。逃げろ。落ち着け。勝機はまだ我らにある。我が主を示す。
キャチャ殿、曹操殿が襲われているようだ。早く助けないと。ここまで追い詰めながら敗れるとは。